次郎、一緒に帰ろうぜ。ああ、そうだな。くたくただ、帰ろう。でさ、今日の授業で富岡先生がさ、そんなことがあったのか。あ、煉獄先生だ。煉獄先生、さようなら。うむ、二人とも気をつけて帰るように。煉獄先生も寒いので風邪ひかないように気をつけてくださいね。さようなら。うむ。なんかさ、放課後ってもっと面白いこと起きないかなって思うよね。面白いことってどんなことだ？例えば、急に女の子に好きですって告白されちゃったり。急に女の子に告白？そんなこと漫画の世界だけなんじゃないのか？たとえ漫画の世界だけだったとしても、甘酸っぱい青春少しでいいから味わいたいじゃん。毎日こうやって炭治郎と同じ通学路を帰ってばっかり。女の子に一夜燃やされたいよ。善逸はいつもそういう話ばっかりしてるな。炭治郎くん、しのぶさん、どうしたんですか？あの、炭治郎くん、帰ってる途中にすみません。私、炭治郎くんに二人だけで内緒の秘密の誰にも聞かれたくない話をしたいので、今から私と一緒に学校へ戻ってちょっと空き教室に来てくれませんか？今からですか？内緒の話ってなんだろう。なんだかしのぶさん、もじもじしてるし、顔もちょっと赤い感じがするな。もしかして、しのぶさんに告白されちゃうんじゃ。しのぶさんって言ったら、鬼滅学園の生徒会長で、誰もが羨む美人。頭も良くて、成績も常に学年トップ。そんな美人が、炭治郎に告白？炭治郎くん、お願い。わかりました。じゃ、学校へ戻って空き教室探しましょう。あ、善逸、しのぶさんと話をするから先に帰っててくれ。さあ、炭治郎、こちらへ。わかりました。かー、炭治郎ばっかりモテて何さ。俺も女の子に声かけられたい。空き教室で二人っきりのおっさんなしとか言って学校へ連れ戻されたい。一人でとぼとぼ家へ帰りますよーだ。しのぶさん、ここの教室なら空いてそうです。ああ、空き教室があってよかった。ところでしのぶさん、内緒の話って一体何なんですか？実は私、最近ずっと炭治郎くんとこうやって二人きりになる機会を狙っていたんです。え、俺と二人きりになる機会を？そう、そこで話したい内緒の話があったんです。内緒の話って、もしかして？ああ、家に着いちゃった。俺の家にもピンポーンとかチャイムが鳴って、女の子が、実は善逸さんに告白したかったんです。前から好きだったんです。俺もだよ、ベイビー、付き合おう。きゃー、嬉しい。なんてことが起きないかな。はあ、退屈、漫画でも読んでよっと。しのぶさん、二人っきりで話したいことって？炭治郎くん、私実は炭治郎くんに。俺に？何ですか？私、実は炭治郎くんにカナオについて話したかったんですよ。え？カナオについて？一体何ですか？あの、炭治郎くんはカナオのことどう思ってるんですか？カナオのこと？優しくて、いつも声かけてくれて、気にしてくれて、いい子だなとは思ってますよ。まあ、それだけですか？私の妹のカナオ、すっごく可愛くないですか？世界一可愛いって思わないんですか？ちょっと、しのぶさん、どうしたんですか？実は私、カナオと炭治郎くんの恋の行方がじれったくてじれったくて、カナオは自分の気持ちを伝えないし、炭治郎くんはなんだかのほほんとしてるので、炭治郎くんの気持ちを聞こうと思って呼び出したんです。でも、相変わらず炭治郎くんはのほほんとしてますね。しのぶさん、一人で何をブツブツ言ってるんですか？なんでもありません。
もしよければ私の超絶かわいい、とってもかわいいカナオのこと、これからよろしくお願いしますね。はい、わかりました。カナオはこれからもいい友達、クラスメートとして絶対に仲良くします。そういう意味じゃないんですけど、とふふふ。はあ、今頃炭治郎はしのぶさんに殺されてんのかな。やばい、俺より先に炭治郎に彼女ができちゃう。もうこうなったら誰でもいいから俺も彼女作らなきゃ。その辺の道でナンパしてこよう。ねえねえ、そこの子。ああ、道端に誰もいないや。ねえねえ、誰かいないの。俺と付き合おうよ。あ、あんなところに緑の服を着た子がいるよ。ねえねえ、さあこの子、俺と付き合おうよ。って、炭治郎じゃないか。はあ、モテる男には興味ありません。で、どうなったの。学校一の美女、マドンナ、生徒会長、美人で頭のいい高根の花、しのぶさんと付き合うことになったのか。いや、付き合うとかそういう話じゃなかったよ。カナオのことをよろしくってさ。カナオのことをもっと気にかけてやってくれって言ってたよ。しのぶさんは妹思いの優しいお姉さんだね。カナオのことを気にかけて、なんでわざわざ炭治郎を呼び出してそんなことを言ったんだろうね。あー、よくわからないわ。ま、とにかく炭治郎に彼女ができなくてよかった。彼女？そんなのできっこないだろ。ねえ炭治郎、俺んちに面白いゲームあるから一緒に遊ぼうよ。あー、遊ぼう遊ぼう。やれやれ、鬼滅の男の子たちはまだまだお茶間ですね。皆さんには好きな人、気になる人はいますか？好きな人、気になる人がいる、もしくは前に好きな人、気になる人いたよっていう人はグッドボタンを押して教えてくれると嬉しいです。あら、意外と皆さん恋してるんですね。なんだか嬉しくなっちゃう。私の超絶可愛い妹、カナオの恋も実るといいな。皆さんの恋も実るといいですね。応援してますよ。それじゃあ今日はこの辺で。じゃあね、バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。遊ぶ部の画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、 YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうすると遊ぶ部の楽しい動画が毎日見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録して遊ぶームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチすると遊ぶームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからも